はい、このようにですね、きれいに、鼻の輪郭を、選択することができました。でこれからですね、背景をぼかす作業に入っていきますけれども、このままですね、背景を大きくぼかしてしまうと、ピントの合っている鼻と背景の差が大きくなりすぎて違和感が出てきますので、まずはですね、選択範囲のところから選択範囲を変更で、さらに境界線をぼかすというところを選んでください。で、ここを選ぶとですね、境界線の、輪郭をぼかすことができますけれども、この数値はですね約10ピクセルから20ピクセルぐらいで結構です。でこれで OK を押していただくと、ちょっと画面では分かりづらいですけれども、鼻の輪郭をうまくぼかすことができるようになりました。で、これでですね、背景をぼかす作業に入っていくんですけれども、このままですと、今鼻の内側が選択されている状態です。で、クイックマスクモードですね、左の、コントロールパネルのですね、左側の下から2番目のボタンをですね押すと、こんな風に、選択範囲を確認することができます。今選択されているのが、黄色いこの水仙の花の部分ですから、それ以外の背景が赤くなっています。で調整するのは、背景の部分ですから、まずはですね、この選択範囲の選択範囲を反転というところを選んでもらいます。でこの画面のままですと、選択範囲が反転されていても分かりませんので、またクイックマスクモードを使って、こうやって確認すると、先ほどとは逆に、鼻の部分が赤くなっているのがわかると思います。この部分は加工が、反映されずに、色のついてない背景のところが、これから作業する、処理が反映されていくということになっています。ではこれからですね、背景をぼかす処理をしていきたいと思います。まず背景をぼかすにはですね、フィルターの中から、ぼかしを選びます。でさらにその中にですね、いくつも種類がありますが、ガウスというのを選んでください。はい、でガウスを選びますと、このように別の、画面が出てきまして、半径を調整することができます。このスライダーをですね、どん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 右に動かしていきますと、ガウス、背景のぼける度合いが大きくなって、背景は大きくぼけますけれども、これぼかしすぎるとですね、ピントの合ってる部分と合ってない部分の差がすごく大きくなって違和感が出てきますので、コツとしてはですね、あまり大きくかけずに、だいたいですね、5から10の範囲でですね、ガウスをかけてもらって、それを複数回処理を行うことで好みのボケ具合にしていくという方法をしていった方が、好みの、ボケ具合を、違和感なく、得ることができると思います。僕はですね、使いやすくするために、手元を見ずにですね、ボタンが押せるようにエクスプレスパッドのところに、ホームセンターで売ってるような、ドアの傷防止用のパッドを、こんな風に、貼り付けています。で、標準で、設定されているスペース、シフト、オプションというボタンのところ、ここは投げ縄ツールでよく使うところなので、このボタンのところに、こういったパッドを貼って、手元このエクスプレスパッドを目で確認しなくてもですね、簡単にボタンが押せるようにちょっと工夫をして使っています。僕の中でですね、写真家っていうのは、自分の表現したいものが、素直に形にできるものだと思っています。で自然写真を、撮っていますけれども、どうしても肉眼で見たものと同じものっていう意識がものすごくあると思うんですが、カメラでなければ撮れない表現っていうのが、ほとんどですので、あまり、その辺を意識せずにですね、自分が、綺麗だなと、思ったものとか、機材でこうしてみたい、ああしてみたいっていうような、表現を、あまり頭の中でいろいろ考えずにですね、素直にシャッターが押せるように、いつも心がけています。
ペンタブレットっていうのはですね、今まで背景をぼかして、花だけにピント合わせるとかっていうのは、両方っていうのはですねカメラの、機能上ですね表現として無理なところなんですけれども、それを可能にしてくれたっていう道具っていうことで僕にとっては表現の方法が、広がった、道具でですね。でただまだまだそのペンタブレットっていうのは使ってて思うんですけれどもものすごく奥が深いものなんで、もっとですね自分の中でペンタブレットの、使い方をマスターしていくともっと今までできなかった、ね、表現ができるんじゃないかなと思って、操作をするたびに、ワクワク感と、楽しみというのが両方味わえる道具です。